試合になりましたが、皆さんたくさん来ていただいて本当にありがとうございます。今日はバレンタインということで、別にバレンタインっぽい曲をするわけじゃないんですけども、何かしらバレンタイン感を出そうかなと思ってメイド服にしてみました。メイド服に見えてますか？一応ピンクのメンバーカラーは私ピンクなので、さすがあれ警備員の方、いつもの警備員の方がピンクって言ってる、さすがみんなありがとう、ピンクを振ってくれていっぱい。メンバーカラーがピンクなので、ピンク色のメイド服を今日は着てみました。どうですか？でも多分3年ぶりぐらいにこのメイド服を着て、3年ぶりに着てたのでちょっとどうでしょう、着てみました。今日はせっかくなのでソロの機会でしかこういうの着れないと思ったのでせっかくなんで着てみました。皆さん今日バレンタインもらいましたか？受付でもらいましたか？もらった？みんなもらったね。すごい拍手で答えてくれるのがいいですね。私もさっきバレンタインもらいました。ねねちゃんからも、アクアのねねちゃんからもらいました、バレンタインを。あ、なんかね、あ、すごい見てくれてるあのね、マフィン、マフィン、マフィンだよね、あれマフィンの、あ、違う、ミッフィー、ミッフィーの顔をしたマフィンをくれて、めっちゃ美味しかったの。え、このみさどこまでがマフィンか分かんなくて、その下の皮のとこもずっと食べてて、髪のとこまでずっと食べてて、なんでこんな取れないんだろうこれと思って、ちょっと焦げちゃったのかなと思ったの。でもマフィンって焦げないよなと思って、ずっとかじってたら髪でしたよ、ずっと笑ったあ、だから皆さん気をつけてくださいね、髪食べないように。好みよくカステラの髪とかも全部食べちゃう系の人なんですけど、気づかないんですよね、髪がどうなのか。よく食べちゃってる、紙に包まれてる系のお菓子は全部そこまで食べちゃう派です。食べちゃう派です。食べちゃダメなんですけど皆さんは食べたいように気をつけてください。で、今日はせっかくソロということで、あ、すごいすごい怖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 い、どうしたの？え、ボッサ？何？大丈夫？ボッサなのかな？大丈夫、落ち着いて。カバー曲も通常のね、マスク女子の曲に加え、カバー曲も全然バレンタインではないんですけど、やらせていただくので、一回ずつ MC を挟みながら、たくさん喋りながらやりたいと思うので、最後まで一緒に盛り上がっててくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。それでは次の曲に行きたいと思います。ありがとうございます。先ほどの曲はカバー曲になるのです、動画の掲載は NG となりますので、よかったら静止画だけでも感じていただけたら。で、私たちのハッシュタグが一応あって、マスク女子、グループ名のマスク女子っていうのと、コロナに負けるな、負けるなのはまだけ、まだけ感じと、もう一個がコロナに対応したアイドルというハッシュタグ3つつけていただいたら、私たちも検索しやすいので、私よくエゴサラしに行ってるのでよかったらコロナに対応したアイドルとかつけていただけたら、すぐピョンと飛んでいけるんで、そういうのだけ私たちもいいですし、あとリプと好みのこと言ってるなみたいなツイートと、まあ、ハッシュタグつけてくれるといいねができる、他のツイートがちょっといいねができないので、見てはいるんですけどね、みんなのツイートよく私にあげてくれてありがとうとか思ってるので、よかったらね、そういうハッシュタグとか励みとかしてくれたら嬉しいので、たくさんたくさん発散していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうね、みんなたくさんピンク塗ってくださいって。あ、次の曲はちょっとピンクっぽい曲です。ピンクっぽい曲なんか言い方が良くない季節的にピンクです。じゃあ次の曲いきたいと思います。ありがとうございます。今の曲もカバー曲になりますので、SNS の掲載が NG になっておりますので、ご協力のほどよろしくお願いします。ここで企画を一個やりたいと思います。ちょっと待ってね。すごい、メガネが曇っちゃった。あのね、全然見
ね、メガネがないと見えないから誰が勝ってるのか負けてるのか分かんなくなっちゃうから持ってきたんだけど、動きすぎてメガネが詰まるので私は皆さんを信じますね。チョコがあって、ごめん今溶けちゃったらごめんね、今のでチョコの中にマスク女子の器を使える剣が入っております。なので好みとじゃんけんして勝った人だけ食べてください。負けた人とアイコンの人はしゃがんでください。わかりやすくしゃがんでください見えなくなったんです。じゃあいきますね。ぜひ皆さん剣をもらった方々は物販に来てください。よろしくお願いします。で今日も物販で3000以上ご購入の方に20秒動画かオリジナルキーホルダーか限定ブロマーかどれかお選びいただけるので、よかったらそれプラス3000使っていただけたら嬉しいです。好みとお話ししましょう。よろしくお願いします。それでは最後の曲に行きたいと思います。人生のタイマー。
出演させていただきます。よかったらこちらも遊びに来てくれたら